熾烈な戦いを。分かったから話してくれ。ナイスレース。やりやがったな、この野郎。また美味しいところをかっさらいやがって。東方腐敗も悪くなかった。言うじゃねえか。今回は乾杯だ。
いいチョコボを育てたな。約束覚えてますよね。父さんと母さんのこと話してください。お前、両親が牧場と並行して始めた新しい事業のことは知ってるのか？野生のチョコボの保護だ。環境の変化で野生のチョコボが年々減ってきているのは業界でも問題になっていた。ただ誰も動こうとはしなかった。当然さ、環境保護なんざ莫大な費用がかかるくせに一ギルにもならないと来てやがる。だから誰もが見て見ぬふりだ。そんな中立ち上がったのがお前の両親だ。二人には情熱があった。才能も知識も行動力もあった。だが残念ながら金がなかった。資金不足から借金に借金を重ね、そしてついには最悪な奴のところへ転がり込んだ。どこだかわかるか？ドン・コルネオ。おひ？後から知ったことだが、コルネオは当時神羅のために怪しい実験の参加者を集めていたらしい。リングリンとチョイスは事業を守るために体を差し出したんだ。ある日リングリンが来て事業を引き継いでくれと頭を下げた。あいつのチョコボ愛は底なしだ。俺もその気になっちまって事業を買い取ったんだ。以来お前の両親には会っていない。後になってコルネオやら死んだのことを聞いたが、あの連中相手に俺ができることは何もなかった。僕と妹のことは何か言ってましたか？俺には何も。捨てられたとか思うなよ。あいつらが守ったのはお前たちの未来だ。事業には失敗したが、その責任は自分の未来を捨てることできっちりと取った。だから牧場と家と食いぶちが残っただろう。知らなかった。僕は何も知らなかった。世界中で野生のチョコボが生き残っているのは間違いなくお前の両親の功績だ。お前にその気があるならチョコボ保護事業は返してやる。ただし万年赤字部門だ。資金計画をしっかり立てないと何もかもなくしてしまうぞ。じいさんとしっかり相談するんだな。かけるか？裏か表か、当てられたら運営資金をサポートしてやるよ。結構です。自分で何とかします。妹とじいちゃんと一緒に。ふん、頑固なところは父親に、気が強いところは母親にだな。あ、僕
もっともっと頑張ります。父さんと母さんの思い大切にしなくちゃ。でもどうしてじいちゃんはサムが悪いみたいな話をしたんだろう。コルネオやシンラのような危険な相手にあなたの憎しみが向かわないように。それにサムなら全部受け止めてくれるってそう考えたんじゃないかな。あ、親の敵討ちとかバカなことは考えるなよ。うん、でももしチャンスが来たらクラウド手伝ってくれるよね。俺は今やゴールドカップ優勝騎手だ。下品な連中には近づきたくない。ああ本当だね。